さあ、皆さん、上智大学行ってみたいと思います。本日は空小10問題、文章を入れる問題ですね。それを10問言ってみたいと思いますので、頑張りましょう。さあ、皆さん、設問の指示と第一段落ですね。一読をお願いいたします。さあ、皆さん、第一段落後半でございます。皆さん、こちら空小21番ですね。ひとまず見えている選択肢5つ。この中に正しいものがあるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、選んでいただいた選択肢ですね。それが皆さん、このあたりと言い換え可能になってますよね。複数の学生さん、志願者ですね。で、皆さん、空所の右側見ていただけますと、その志願者たちの様々な活動ですね。そのあたりが記載されてますね。皆さん、これでいけそうですね。ですから、選択肢はいいですよね。で、皆さん、まず出だしが志願者の話ありますが、それがこの防線部と言い換え可能ですね。そして皆さん、こちら波線部。知的好奇心が旺盛な様子が、こう山に登ったり、課外活動に参加したり、新しい技術を開発したりと、好奇心が溢れる様子が伺えますね。ですから皆さん、この波線のところが言い換え可能ですので、空欄21番には E が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落でございます。こちら空所22番。今見えている選択肢の中で、まずは検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、選択肢後半の4つからはどうでしょう？皆さん、このあたりと言い換え可能な表現ありますよね。もちろん J のこれですよね。クオリティつながりで、正解は J ということでよろしいかと思います。さあ、第3段落でございます。こちら注釈ございますからね。こちら参考にしながら、まずは一読をお願いいたします。桜23番です。今見えてる選択肢の中から検討していただけるとよろしいかと思います。まず一つ目のヒントはこのあたりですよね。生徒さんが言い換えられてますね。そして皆さん、推薦状を持ってるんですよね。で、皆さん、選択肢 A がいけるかなと思うんですが、ここ投票の話書いてますからね。ですからまた推薦状を持ってる段階でございますので、投票はこの波線の後ですね。となってくると皆さん選択肢 B がいけそうですね。まずは出だしの日。これが皆さんスチューデントからの言い換えですね。そして皆さんブライトでエビデンスもあって、で皆さん先生方からの賞賛も獲得していると。それが皆さん推薦状につながりますね。ですから B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄24番。見えてる選択肢の中でどうでしょう。皆さん、一つ目のヒントはこのバットですよね。で、皆さん読んでみると、一つの推薦状が、caught my eye、私の目を引きつけたんですね。つまり、プラスの話ですね。ですから、バットの右側がプラスであれば、バットの左側はマイナスの話になるはずですね。ただ皆さん、今見えてる選択肢の中でマイナスの話はないので、選択肢後半に行きますね。さあ皆さん、画面の都合上選択肢を上にしております。皆さん、まだ検討していないこの F 以降ですね。皆さん、この中から空所24番に入りそうな選択肢、検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、マイナスの内容を先ほど確認しておりますので、選択肢 I のこのあたりですね。目立たなかったんですね。でも、素晴らしい推薦状が私を引きつけたんですね。ですから話の流れバッチリ。よって正解は I ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら空所25番。今見えてる選択肢の中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは推薦状がたくさんある様子が伺えますね。特にこちら。スパーフロース。皆さん、情緒を受ける方であればご存知の方いらっしゃるかと思いますが、たくさん、十二分なということでよろしいですね。もちろん出だしのスーパー、そこの語源からでもよろしいでしょうし、真ん中に FL がおりますね。こちら洪水を表すフラント、つまり水がたくさんあるイメージですね。そこからヒントもらっていただいてもよろしいかと思います。さあ、その推薦状がたくさんある様子、いかに見つかりますね。もちろん選択肢の D ですよね。各界からの手紙を受け取ってますね。ですからこのあたりと言い換え可能ですよね。ですから、空欄25番は D ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら空所26番。今見えてる選択肢の中から考えていただけるとよろしいかと思います。です、カストーディアム。先ほど注釈にもございましたが、守衛さんのことですからね。
その方の目線で語られてますね。で、もちろん彼の話がこういう感じで言い換えられてますね。皆さん、選択肢の C にカストーディアンという話がありますが、これ皆さん、ネクストイヤーの話ですからね。皆さん、このあたりどこを見ていただいても過去時制で統一されてますね。となってくると皆さん、G のこの He がいけそうですね。皆さん、しかも彼はサポート役に徹してるんですよね。そのサポート役の具体例が、例えばこのあたりですよね。明かりを消したり、整理整頓したりと。ですから皆さん、言い換えバッチリですね。よって空欄26番には G を入れればよろしいですね。さあ、次の段落でございます。こちら空章27番ですね。もう皆さん、残りの選択肢4つしかございませんので、この中から検討していただけるとよろしいかと思います。皆さん、ヒントもこのあたりでいけそうですね。守衛さんからの推薦状なんて見たことがなかった。例えば選択肢 H の Parents、 このあたりの言い換えないですね。そして選択肢の F、まあ、お母さんではないですね。で、選択肢の C、Next Year ということで時制が違いますよね。皆さん、 A でいけそうですね。もちろん守衛さんからの推薦状を受けてるほど素晴らしいんですね。だからこそ皆さん、満場一致でということにつながりますね。ですから空章27番は A が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら空章28番ですね。選択肢3つ中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはこの下線部でいけそうですね。 Sincere character、 誠実な性格ですね。そして皆さん、このご両親に対する行動でいけそうですね。つまり誠実な性格がご両親に対する振る舞い、それにつながっていくわけですから、正解は選択肢 H ということでよろしいかと思います。さあ、続いてこちら空章29番ですね。残ってる選択肢2つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、これはこの Will という時制でいけそうですね。もちろんこれですよね。時制の問題でいけそうですね。で、念のため空章30番、皆さん一読して F がいけるかどうか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、選択肢 F とこのあたりつながりそうですね。当然こちらお母さんになったということは子供が生まれたということですね。ですから親子ということでつながりがありますね。ですから空欄29番には C、 そして空欄30番には F、 これでバッチリです。それではお疲れ様でございました。皆さん、空章10問題を振り返ってみると、結局皆さん注目しているのはこれでしたね。言い換え可能な選択肢を空章前後から探し出してきましたね。ですから最後の問題なんかもそうでしたね。まあ、この空章30番に入れるもの、まあ、選択肢 F が正解でしたが、じゃあ皆さん、なぜそれを正解に選んだんですかと言われたら、まあ、選択肢の中にこういう表現があったんですね。母親になる、つまり母親になるということはこれですよね。子供を産んだと言い換え可能ですよね。で、皆さん、その子供つながりがこれですよね。空章の右側に My Sons、 息子さんの話がございましたので、ですから言い換え可能だ。ですから選択肢は F が正解と、こういう手順を辿ってるはずですよね。ですから上智大学以外の動画でも再三お伝えしてますが、皆さんがやるべき作業はこれですからね。言い換え可能を探してください。ということで、今日も頑張りましょう。